いやー、ついに、この真実を、話す時が、来ました。えー、先月、トルコに行ってみました、まあ。そのトルコに行った理由としては、やってライティアントレーニングの一部のライフケネティックというトレーニング、トルコ支部、というのがあるみたいで、えー、トルコ支部の方に行ってきました。で、ただ、えー、まあ、連絡をしても繋がらない。まあ、かろうじて住所がわかるぐらい。連絡は一応入れたんですが、帰ってこなかったので、もう直接行ってやろうっていうことで、渡航、4日前とかあった ?5 日ぐらい前。ぐらいにもうチケットを取ってトルコ行きの。 チケット片手に、えー、行ってきました。で、ま、ほんたくさんの方が、こう、助けてくれて、で、そこで、まあ、無事、こう、連絡を取ることができたんですけれども、あのー、まあ、結局、結論当日、まあ、ライフキネティックトルコ支部の代表の方とはお会いすることはできませんでした。で、今度、あの、ズームでちょっと話をすることになって、まあ、今トレーニングどういうことをやっているのかあったりとか、今のトレーニングの現状を、こう、共有し合ったりとか、っていう形を、していこうと思っています。で、まあ、実際に、 そのライフケネティックにこう取り組んだことがある、まあ、そのオリンピック選手にもしっかりとちょっとこうアポを取ることができて、で、いろいろと話をしました。やっぱりコントレーニング、いいよ。マジでいい。コントレーニングめちゃめちゃいいよで、まあ、俺こう指導しててももちろんこう仕事としてやってるんだけど、でもね、やっぱ自分が一番楽しくて、これ本当に成長する。なんかこれ詐欺みたい。 な、あれになっちゃうけど、ほんと大好きなんだよ、本当に。めっちゃ楽しいで、まあ、そのオリンピック選手が取り組んでるぐらいだから、各国のね。これがこう、おすすめする、したところで、やっぱりこう、信憑性もまだ少ないと思うんだけど、現状今、取り組んでくれてる全国で、その来県に取り組んで、鈴木大地がう指導する来県に取り組んでくれている、まあ、全国大会に出場するような、まあ、ハンドボールチームだったりとか、サッカーチームだったりとか、えー、バスケだったりとか、もうほんといろんなスポーツの方々のお話を聞けば、多分このトレーニングの良さが、わかると思う。 思う。だからもし興味がある人は、ちょっとその方々にいろいろ話を聞いてみてください。俺は自信を持ってこのトレーニングはいいと思ってます。ちょっと話を戻すんだけど。まあ、そのトルコ支部の方がどういう人だったかっていうところまでの情報を、これ言っていいんかな。まあ、ちょっと誰がこのことを言ってるかっていうのはちょっと言えないんだけど、ちょっと言えません。言えないんだけど、まあ、トルコ支部のは詐欺だ。みたいな。 まあ、いわゆるこう、今は、ええー、まあ、ドイツの本部からは、サポートを受けてないような、本部だったことが分かりました。ええー、ちょっと、新月が、ちょっと話せない、話せない、話せないので、まあ、すごい柔らかく言うと、ええー、とね、まあ、そのドイツの、まあ、ライフケンティックドイツの本部があって、で、その本部から、まあ、サポートを、今は、今現在は受けていないような、ええー、状態の支部でした。 で、ただ、まあ、実際にこう、そういうオリンピック選手が取り組んでいるっていう実績もあるし、まあ、トレーニング自体は、こう、実際に学んだんだけど、でもこう、今は独立して、えー、いろんなトレーニングをこう、ハイブリッド型で織りまぜて、トレーニングを行っているっていう形でした。やっぱりこの仕事ってさ、まあ、ライフケンティングに限らずなんだけど、これは俺が作ったものだから、お前パクんなよとか、っていう世界の話なんだろうなうーん。 そうね。まあ、だから、こう、商標権とかさ、そういうのがあるんだろうね。難しいなーっていうのが、やっぱ、トルコ行ってすごい、思いました。で、やっぱさ、今結構世界各国いろんなところ回ってきて、やっぱね、脳科学のトレーニングって、やっぱ、幹が一緒だから、幹がボーンってこう、脳科学ってこういうもの。で、こういうことをしたら、脳の能力柔軟性判断速度が向上しますよっていうのがもう、研究結果でバーンって出てて、この幹が。で、この幹からいろんなとこにこう、枝分かれしてるのね。まあ、ドイツでもね、 え、三つぐらい、三つか五つぐらいね、別のこう脳のトレーニングメソッドがやっぱりあって、メジャーで。やっぱりこの、でっかい幹からこう枝分かりしてるんだよ、みんなメソッドが。で、みんなそのメソッドから、あの、これは俺のメソッドだ。俺が俺のメソッドだ。もう縄張り争いをしてるみたいな感じです。やっぱりまあ、もちろんこうビジネスだからね。だから、まあそういうのはしょうがないと思うんだけど、 でもこのトレーニングやっぱりあのまあ、メソッドはいわゆるこう知識だったり情報でだったり考え方であってやっぱりこう伝える人がすごい重要だと思っててどれだけその人がこのトレーニングに向き合ってそのトレーニングに向き合った熱量でどれだけ相手に伝えてるのかっていうところはすごい大事だと思ってますだからまあ俺自身もこのまあライフテンティングだけじゃなくてやっぱりこう ま、今後、今度行く、え、エクアドリだったりとか、アルゼンチンだったりとか、そういう、この脳科学っていうこの幹から枝分かれしたいろんなメソッドを、やっぱりこう知っていきたいってい思いがあって、で、かつ、今知っていって、そのいいところを抜き出して日本人のこの文化だったりとか、え、体の骨格だったりとかにこう合わせてまた再構築している形になります。もちろん、こういう既存のメソッドを追い求めるのもいいと思うんです。ま、これはもう完全俺個人の考え方ね。あの、俺の個人の考え方ね。 いいんだけど、いいんだけど、でもそれで終わっちゃうんだよ。やっぱり。で、まだこう、誰も挑戦してないことだったりとか、未知のことに、やっぱり挑戦して仮説立てて、で、その仮説を元に、やっぱりこう、検証していって、で、そっからまた新しいものがどん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 生まれてくると思うんです。もちろんそうやることでそんな意味あるのとか、思う人もいるかもしれないんだけど、でも、 やっぱり、今だ、今まで、そういう方々がどんどんどんこう、開拓してって、たことで、そういう新しいトレーニングがどん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 枝分かれして、できてきたと思うんですね。だから、やっぱり、まあ、修羅の道じゃないけど、やっぱりこう、険しい道があるのは分かってるんだけど、でも俺自身、やっぱりこう、生きてるうちに、今までにないようなものを作りたいっていうふうに思ってるので、でも、これで俺が、もしね、万が一、今世界、もっともっとこう、世界各国を回ると思ってるんだけど、回ってって、私ものできました。 で、どんどん俺が年取ってきました。したら今度次の世代がさ、新しいものを作ってくれたらいいやん。で、それで作ってくれたらさ、その人がさ、まあ、もっともっとこう人のためになるようなトレーニングメソッドができてきて、って言って、どんどんこう塗り替えていくものだと俺は思うんだよ。まあ、もちろんさ、こうビジネスが絡んで金が絡んでるのはすごいわかるんだけど。わかる。わかるけど、でも、もちろんかお金は大事だよ。大事。大事だけど、 なんか俺はもっと大事なもんが人生あんじゃねえかなって思うんだよな。やっぱそう思うのも、今までこうお金がない中で、まあ、車で生活したりとかさ、まあこのトレーニング俺、2年間ほんと、まず趣味でやってた時はさ、2年間全国ただでもあってさ、とかやった経験とかあるし、借金がね、ねその生まれた時から3億円あった経験とかあるから、だからこそなんか、あ、人生、まあ確かにお金必要だけど、それ以上に大切なものも、やっぱり、 忘れちゃいけないものもあるなっていうのを、やっぱ自分で分かってるんで、なんかそこを、うーん、今後も忘れたくねえなっていうふうに思ってます。だから俺は、まあ俺自身このトレーニングやっぱり救われて膝前中事員っ4回切って、やっぱ動けなくなって自分を成長させるために始めたトレーニングなんで、別に最初これ仕事で始めるつもりは全くないんです。お金稼ぐためにこれやろうとか、そういうのじゃなかった。からこそ、今こうやって勉強してる時間ほんと楽しくて、 海外に行って、こういろんなメソッドを学ぶのも、もうこれはぶっちゃけてみんなに言うんだけど、なんか俺自身の好奇心というか、このトレーニングこれど、これやったらどうなんのとか、これもっと俺成長できんのとか、そういう気持ちで今、行ってる。だからもう楽しくて、行くのは <laughs>、うわあこんなトレーニングあるや、とか、オリンピック選手こんなトレーニング取り組んでんのとか、うわメニューこんなメニューあんだとか、やっぱりそういうのを知ることがすごい、好きなんよね。 だから俺の最終的な目標としては、もっともっとこのトニーを追求していって、脳の秘密を暴いていって、まあこの世の中に、わ脳を成長させて、もっともっとこう、人生のパフォーマンスが最大化できるような、え、ものを、こう、今後世に残したいなっていうふうに思ってます。まあそれが人のためになったらよりいいよね。だまあ今度トルコシ部ブの方とも、まあ代表の方ともちょっといろいろ話をさせていただいて、でも出せたらね、この YouTube とかに出していきたいんだけど、まあ出せなかったらまたこういう感じで、俺だけのこの、 あの、トークみたいな感じになるんだけどさ。まあ、どん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 こっから追求していって、まあ、日本のスポーツ界だったりとか、教育界だったりとか、えー、介護事業だったり、認知要望になったりね、だったりとか、まあ、経営者の方々に向けてだったりとか、いろんなこう、様々な方にとっての、とってこう、脳にいい知識や情報をどん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 発信していこうと思ってるので、まあ、もしよかったら、今後も見ていただけると嬉しいです。そして、まあ、ライクで鈴木大地のトレーニングに興味がある方は、動画して概要欄からご連絡いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。ということで、まあ、話をまとめると、まあ、そのライフケネティックトルコ支部は、あの、まあ、今は、現在は、ドイツ支部とこう、提携をしているわけじゃ、ではなかったですよ。ただ、まあ、実際にこう、学んでいて、で、そういう名のある方々、オリンピック選手だったりとか名のある方々にも指導をしているような方々だったよっていうような話でした。まあ、これからね、今年はあと、 3,4回ぐらいは海外に飛ぼ、飛びたいと思ってるので、先日は、先日も、えー、海外に飛んでいて、昨日帰ってきたんだけど、取ることはまた別にね。まあ、今年は3、4回ぐらいは海外に飛んで、いろんな、こう、知識や情報をどん,どんどん共有していきたいと思っているので、ぜひ、よろしくお願いします。俺も毎日楽しいよ。こんな感じで、どんどん、すげえち、成長していきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょうバイバイサンキュー Thank you.